どうぞどうぞいて。もう挨拶してないです。いやーもうさ、俺、YouTuber だから髪染めたいんだよ。髪染めたいんだけどさ、その、なんつんだろう。髪染めたいんだけどさ、でもやっぱみんなと同じ色の前に優しそうな色ってある？なんか。なんか優しそうな色あるかな？いや、俺はね、僕が怖いものっていうのは死ぬことよりもやっぱ怖い人とかいかつい人が嫌いなんすよ。いかつい人が俺嫌いでね、やっぱもう、なーって、がたい人もね、背が小さければいいんすよ。で、サイヤマングルートさんってまあがたいじゃないですか。でも俺あんま嫌いじゃないのは、やっぱあの人絶対いい人じゃん。絶対いい人じゃん。うん。絶対あの人いい人じゃん。てか、ウーム関係の人ってみんないい人でしょ、結局。絶対心きれいな人ばっかいるよ、ウームには。うん。絶対いい人しかいないじゃん、ウームって。いい人が入る事務所でしょ。なんか、ジェネシスは、もう、その人情はあるよね、絶対。うん。いかついけど。だから俺、なんか優しい色になりたいな。優しい色。舐められてもいいんだよ、そんな。優しい色がいいな。ピンクかな。色って調べてみようかな。なんだその調べ方。なんだろうな。でもやっぱ黒はちょっと怖いじゃん。黒はちょっと普通じゃん。モヒカンにしてるけど、モヒカンにしても優しい色。印象のいい色ってないかな。黒以外に。シルバーはな、ダセな。いや、シルバーとか金とかダサいでしょ。はっきり言って。白はな。あれ、白。白なぁ、なんか優しい色ないかなぁ。目に、うわって、あもう目があったかいみたいな色ないかな。ピンク、紫、優しい色がいいなぁ。なんか、美味しそうな色。いやな、何しようかなぁ。もうハンバーグ乗っけようかな、頭に。こうやって、ボトンって。ね、頭からこうやって、タレかけて。汚ねえよ。なぁ。さすがに YouTuber だからって言って、そんなことできねえわ。優しい色って検索するわ。もう俺優しい人になりたいからまずは髪色からだよ。もうなんだろうな、ちょっと優しい人。いやそのなんつうんだろうな、その確かに髪色は変なんだけど、あこの人優しそうって思うようなやつがいいや。で、優しい、いや優しい人になりたいからまずは髪色をね、ちょっと変わってるんだけど優しい色がいいな。優しい色合い、あ優しい、うわ優しいわ、これにするわ。パステルカラーっていうのか、あペールトーン、あこれにしよう、あこれにしよう、うわめっちゃ優しい。ペールトーンの特徴は薄い色で構成されているので、このトーンは女性的、弱い、優しい、淡い。うわ、いい色じゃん。うわ、俺にとって最高の色じゃん。ペールトーンの中で一番優しい色って何ですかって聞こう。今度、髪染める。俺絶対この色にするわ。ペールトーン。もう優しいこれ。もう絶対優しい。黄色、でも緑あたりがな、森林色みたいな。いや、オレンジとかだな。オレンジとかだ。赤系です。行くわ、俺は。うん。ペールトーン。うわー、よかった。髪染めるんだったらこれだわ。うん、ペールトーン。優しい色。うん。これだ。これにするわ。ペールトーンの中でも、その赤系の色が俺は優しいと思ったんで。やっぱ暖炉みたいな色じゃないですか。いい色やん。いい色やん。だからそれにするわ。うん。やっぱさ、ペールトーンにするわ、髪の毛。その、いかついとか金髪とかダメでしょ、やっぱ。もう怖い人じゃん。なんか、中学生でヤンキーやってますみたいな。チンピラじゃん。ペールトーンにしよう。服もペールトーンにしよう。そうしよう。ここで宣言します。僕はね、優しい人になりたいんで、まず色合いから優しく。その、目がチカチカしない髪の色にして、そのここもペールトーンの、メガネにペールトーンのスーツみたいにしますわ。そうしよう。いやだからメンバーにも勧めよう。うん、街でね、印象、第一印象はやっぱ色じゃん。顔の肌もペールトーンにしようかな。それはしないわ。それじゃなんか逆アバターになっちゃうわ。うん。優しいアバター。アバターは優しいだろ。なあ。見たことねえけど、どうせ優しいだろ。ああいう見た目が悪いやつは大体優しいんだよ。見た目悪くて悪いやつなんてなあ、そんなワンピースの世界にしかいねえんだよ。いや、いっぱいいるわ。なあ。いろんな漫画とかいろんなところにいるわ。
ね。心は顔に現れ、顔は心に現れる。いやー、でも俺優しい顔してるでしょ。なんか、なんだろうな、何か正気が、うーんって抜かれたような顔してるよね。ポカーンして。うわー、俺いい顔してんな。あ、優しい顔だよ。確かにニンニクバナだけど。俺優しい顔だよ。うん。うわー、確かにちょっと顔とか汚いけど、優しい顔だわ。うん、優しい顔。うん、いいよ。もうやっぱ優しい人になるためには、まず見た目から。もう服装もペールトーンにするわ。あれだよ、原宿系の、原宿系の男物にするわ。うん。そうしよう。で、そのね、チカチカした服を着ない。やっぱ、ペールトーンで見つめるわ。うん。絶対そうする。やっぱさ、その、なんていうんだ、金髪とかさ、こんな真ん中でバチーンって決めて、でっせーみたいな感じでやっぱダメでしょ。いやもう、上の匂いの人ってなるじゃん。でさ、もうなんかいろいろいるじゃん、髪染めてるやつら。怖いもん、あんな。なんかあったら殴りかかってきそうな顔。俺、ペールトーンにする。ペールトーンでも、僕優しいよっていうような髪型にして。髪型は嫌だな。髪型はもう悲観でいくけど、ペールトーン。だから俺もメンバー作ったら全員にペールトーンの色に振り分けるわ。絶対に。あと、俺が、あのね、あの YouTube グループ始めたら僕はリーダーになりません。なんでかっていうと、簡単に言うと、単純に、責任は負いたくないんで、ということで、優しい色合い YouTuber。ペールトーン系 YouTuber になります。簡単に言って、男なのに原宿系って、あとね、爪をね、爪もペールトーンにするわ。原宿系になるわ。うん、俺は。原宿系、だけど男物 YouTuber。原宿系のネタ系 YouTuber になるわ。俺。うん。で、ペールトーン絶対いいじゃん。優しい髪の色になるから。うん。そうするわ、俺。昼と夜をかき混ぜて、もうなんかもう、育毛してなんか、髪の毛をもう一生ペールトーンでしかできないようにしてやろう。呪いかけてもらおう、そういう。いや、ペールトーンだわ。原宿系ですよ。うん、俺、ペールトーンのものってあんまないんだよ、身の回りに。優しい色がなさすぎる。そうするわ。優しい色になる。俺が色っていう概念になるからね。優しい色の概念になる。僕は優しい色。優しい色ってなんだろう。お人よしカラー。いや、お人よしカラー。お人よしの。やっぱね、ペールトーンですよ。時代はペールトーンだ。うん。そうやって、俺はそういう髪の毛になっても優しい。髪の毛染めていく。髪の毛染めるのは自己主張もあるんだけど、その、どぎつい色、はっきりとした色じゃなくて、ふわふわとした色になるわ。もう、綿菓子。俺は綿菓子になるぞ。ということで、時間動画で、バイ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 。